私のチャンネルへようこそ。10月3日、ウクライナの無人機攻撃がロシアのボロネジ州にあるボリソグレブスク空軍基地を襲い、主要な軍事目標を破壊しました。この攻撃は戦争の重要な転換を示しており、ウクライナはますます無人航空機を使用してロシアの防衛に挑戦しています。それでは詳細に移りましょう。戦争はロシア領土で拡大し続けています。10月3日木曜日、ロシアのボロネジ州は木曜の早朝に爆発と火災の中心地となりました。ボリソグレブスク軍用空軍基地は、ウクライナ保安局に所属するドローンオペレーターが組織した無人機攻撃の結果、破壊されました。役割が一変した戦争の導火線に火をつけたモスクワ政権は、不当な侵略の試みの代償を非常に高く払っています。2022年2月24日にロシアがウクライナ領土に対して開始した本格的な侵略の試みはほぼ3年間続いています。ロシアのプーチン大統領は特別軍事作戦の名の下に開始した戦争初日の声明で、この戦争はわずか数ヶ月で最小限の犠牲で勝利し、この短期間でロシアに対する戦争の影響は全く感じられないだろうと保証した。しかし今日を見ると、最初の約束さえ果たせなかったことはすでに明らかである。プーチン大統領は国中で非難の的となり、第二次世界大戦以来最大の領土喪失につながった。8月6日にロシアのクルスク州に素早く侵入したウクライナ軍は、彼らが決定した新しい攻撃戦争戦略の範囲内で衝突をロシア領内で移動させた。ウクライナ軍がほぼ2ヶ月にわたっていっている地上作戦をまだ阻止できていないモスクワ政権にとって悪夢を引き起こしたもう一つの点は、ウクライナ軍が無人航空機を使用していった空爆であった。この2ヶ月間、ウクライナ軍は首都モスクワを含む多くのロシア地域の戦略的インフラや軍事拠点を無人機で標的にしてきたが、今回の攻撃でもこの圧力を継続する姿勢を示した。10月3日木曜日の早朝、ウクライナ保安局 SBU 所属のドローン操縦士らが攻撃中にロシアのボロネジ州に大規模な空爆を開始し、同州にあるボリソグレブスク軍空軍基地を標的とした。作戦中、ウクライナ保安局職員は約200機の無人機を使用し、ウクライナ軍の特殊作戦部隊と共同で行動した。ウクライナ当局は空軍基地内ではロシア軍の誘導爆弾を保管する弾薬庫 SU-34 および SU-35 戦闘機が配備されている格納庫、航空燃料貯蔵施設が標的になったと述べた。ウクライナ保安庁 SBU は、KAB を搭載した戦闘機で平和なウクライナの都市を破壊する敵の能力を減らすための積極的な措置を続けている。KAB と呼ばれる誘導航空爆弾は、ミサイルほどの射程距離はないものの、製造コストが低いためロシア空軍が広く使用している精密誘導兵器である。9月29日の声明で、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、ロシアは戦争中にウクライナに対して約900発の誘導爆弾を使用したと述べ、モスクワは国際戦争法を無視してウクライナへの破壊の範囲を拡大することに焦点を当てていると主張した。しかし、ボロネジ州のボリソグレブスクというロシア空軍基地への攻撃により、占領軍は将来この弾薬を好きなように使用することができなくなった。夜間、SBU の無人航空機と特殊部隊及びその他の防衛部隊の無人航空機が、ロシア連邦ボロネジ州ボリソグレブスク軍用空港の倉庫 SU-35 および SU-34 航空機の駐機場、航空燃料貯蔵施設を誘導爆弾で攻撃した。作戦の詳細をウクルインフォルムの記者に伝えた SBU 保安局の情報筋は、そこから敵はウクライナ領土を誘導爆弾で積極的に砲撃していると述べた。 SBU 当局者は、ロシアの軍事基地の武装解除に向けて引き続き取り組むと述べ、敵は自国領土にいても安心できないだろうと語った。ウクライナの攻撃後、ロシア人はソーシャルメディアアカウントで防空活動、多数の無人航空機の飛行、激しい爆発、特にボリソグレブスク空軍基地で発生した火災について共有した。 NASA の FIRMS 衛星監視システムも、前述の空軍基地の施設内で複数の大きな火災現場が検知されたことを確認しており、ウクライナの組織的攻撃が成功裏に終了したことを示している。モスクワ政権は、ウクライナの攻撃による犠牲者について公式声明を出す代わりに、破壊した無人機を議題に留め、国境警備の大きな欠陥を忘れさせようとした。ソーシャルメディア上で、特にボロネジ地域での無人機攻撃に関する議論や反政府声明が増えた後、ロシア国防省は、自国の防空システムが夜間にウクライナの無人航空機113機を破壊できたと発表した。これらの無人機のうち25機がボロネジ州の空域で破壊されたと述べたロシア当局者は、
この問題の詳細を共有することを依然として躊躇しているボロネジでの作戦のような結果から、最近両陣営が積極的に使用している無人航空機がロシア・ウクライナ戦争の運命を大きく変えるであろうことはさらに確実となった。10月2日に首都キエフで開催された第2回国際防衛産業フォーラムの開会演説でオロディミル・ゼレンスキー大統領が言った発表は、この主張をさらに裏付けるものである。ウクライナの指導者ゼレンスキーは、ウクライナ国内の無人航空機生産の進捗状況について重要な情報を提供し、現在ウクライナで年間生産できる無人航空機の総数は400万機で、そのうち150万機以上が契約済みであると述べた。ゼレンスキーは声明を続け、8月に生産が終了したウクライナの新兵器クラスパリアイニアについても言及し、これらの長距離攻撃用無人航空機がウクライナ軍の空襲能力を大幅に向上させたと指摘した。しかしウクライナの指導者は、他の種類の長距離ドローンやミサイルの使用と生産も継続していると強調し、国内の防衛企業は砲弾の生産にも注力していると述べた。ゼレンスキー氏は、国内の防衛産業は空域と海域の両方で重要な作業を言っているとし、無人海軍車両はウクライナを守るために機能している。しかし我々の新しい弾道ミサイルも飛行試験に合格した。我々のネプチューンミサイルがいかに効果的であるかは誰もが知っていると述べた。この時点でウクライナの弾道ミサイル生産の完了が戦争の過程で重要であることに言及する必要がある。周知の通り、ウクライナ軍は米国を筆頭とする西側諸国から提供された長距離弾道ミサイルと巡航ミサイルを考慮して、すでに高度に発達した効果的なミサイルの在庫を持っている。しかしロシアとの緊張を高めず、核戦争のような世界的大惨事を避けるため、西側諸国はこれらのミサイルをウクライナ領土内での防衛目的のみに使用することを許可している。今この瞬間、ウクライナが生産する国産弾道ミサイルが全てを変える可能性がある。米国防総省の報道官マシュー・ミラー氏は、この問題に関する質問に答えて、ウクライナには自国が製造した兵器をロシアに対して望むように使用する権利があると述べた。したがって、ゼレンスキー氏の最近の声明の中で、ウクライナの弾道ミサイルの飛行試験が成功したことで、モスクワをはじめとする多くの重要なロシアの都市の軍事インフラが間もなくウクライナの標的になる可能性がある。ウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、ウクライナは2024年上半期だけで2022年の生産量の25倍の砲弾と航空弾を生産したと述べ、声明を続け、ロシアに絶対的な独立が認められ、モスクワが和解交渉に参加することに同意するまで戦いを諦めないことを改めて証明した。ゼレンスキー大統領の発表後の防衛産業の動向について詳細に言及し、ウクライナのルスタム・ウマロフ国防相は、最近我々はミサイルとドローン計画に注力している。来年あるいは今年末までに大規模なミサイル計画について多く耳にするだろう。我々はすでに弾道ミサイルの開発に着手していると述べた。昨年の時点でキエフは国内の防衛産業に40億ドルを投資したと同国防省は述べた。我々はすでに2、5年の契約を締結しており、10年の契約を締結したいと考えている。我々はシステムを簡素化する方法を模索している。我々は手続きの簡素化に努めている。私は予算委員会と会談し、来年度の予算に対する指示を要請しました。ウマロフ外相は、我々は防衛部門にもっと投資すると述べ、戦争後も国内の防衛産業の生産を支援することで輸出に貢献する長期投資と協定を提供することを目指していると述べ、ウクライナは今後数年間で防衛産業で急速な進歩を遂げるだろうという主張を伴っていた。ロシア軍によるウクライナ領の占領が続く中、ハリコフ領土での戦争の暴力は再び増加し始めた。数ヶ月にわたってハリコフ地域を占領しようとしてきたロシア軍は、ウクライナ軍の支配下にあるコリスニコフカの町への新たな攻撃を開始した。しかしロシア軍が組織したこの攻撃はうまくいかなかった。ロシアの初心者兵士が組織した地上攻撃は、ウクライナ国防軍によって非常に簡単に撃退された。ウクライナ国防軍はコリスニコフカの町を再び支配下に置いた。ウクライナ領土での戦争が激しく続く中、我々は次のことを目の当たりにしている。ロシア軍は最近ドネツク州とハルキフ州での攻撃を激化させている。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は最近、ウクライナ領土でのこの戦争を終わらせるために米国訪問を計画した。周知の通り、ウクライナは現在勝利計画を持っている。ウクライナのゼレンスキー大統領は、この計画を米国当局に提示し、ロシアには兵を強いることによって勝利計画を持っていると表明する予定である。国連総会で演説したオロディミル・
ゼレンスキー大統領は米国やその他の同盟国がウクライナにさらなる武器と軍事支援を送る必要があるとここで演説した。ゼレンスキー大統領のもう一つの要求はウクライナに送られたこれらの武器と軍事装備をロシア領土でも使用できるようにすることである。現在ウクライナ軍はこれらの武器と軍事装備をロシア領土で使用することはできない。特にウクライナ軍は米国がロシア領土に送った長距離 ATAS、EMS ミサイルと HIMARS ミサイルシステムを使用したいと考えている。しかし米国政権はこれを許可していない。その理由はウクライナ軍がロシア国境内でこれらのミサイルを使用した場合ロシアははるかに攻撃的な態度を取るだろうからだ。現在ロシアにはウクライナ領土への核攻撃を行わない要圧力がかかっている。他の NATO 諸国、特に米国はロシアに核兵器について何度も警告している。しかしウクライナ軍がこれらの兵器でロシア国境を攻撃した場合ロシアはこの状況をチャンスに変えたいと考えているかもしれない。米国当局はこれらの攻撃が組織化されることを望んでおらず現時点でウクライナがロシア国境内で空爆を言ってもウクライナ領土で進行中のこの戦争の進路を変えることはないと述べた。このためウクライナ軍は現在独自の武器と装備でロシア領土での地上及び空中作戦を続けている。しかしそれにもかかわらずウクライナ軍はロシアのクルスクの国境内でかなり急速に前進し多くの居住地域を制圧している。ウクライナ防衛軍はクルスク地域に対して空襲と地上攻撃の両方を実施し同地域のロシア軍を多くの町から撤退させた。ロシア軍はクルスクだけでなくベルゴロド領土でも航空作戦を実施しこの地域のロシア軍に打撃を与えようとしている。ロシア軍はベルゴロド領土に対するウクライナ軍の攻撃を阻止することができていない。通常空から行われるこれらの攻撃により最近ベルゴロド領土で多くの爆発が発生し始めている。このためロシア軍はできるだけ早くハリコフ領土を完全に占領するつもりである。まさにこのためロシア軍はハリコフの境界内にあるコレスニコフカの町に新たな攻撃を開始した。ロシア軍は数で劣勢だと想定してこの地域を簡単に占領できると考えていた。しかしこの地域のウクライナ軍の抵抗により占領軍に大きな打撃が与えられた。ニュースと作戦の詳細については後ほどお伝えします。ロシア占領軍はロシア軍支配下のティシュチェン地区から攻撃を開始した。ロシア軍が最近占領したティシュチェン地区は現在これらの攻撃の中心地として使用されている。この地域に駐留するロシア軍はウクライナ軍支配下のコレスニコフカ地域に対してこの攻撃を開始したばかりである。夜の闇に乗じてロシア軍は深夜にコレスニコフカの境界内に侵入することに成功した。ロシア兵がコレスニコフカの境界内に侵入したことは新米のロシア兵が火をつけたタバコから分かった。暗闇にもかかわらずロシア兵の一団は彼らが隠れていると思われる地域内でタバコを吸っていた。しかしこの時ウクライナ兵はドローンによる偵察飛行を言っていた。ウクライナ兵は森林地帯の中からロシア兵が吸ったタバコの火に突然気づいた。ロシア兵がタバコを取り出すたびに彼らの顔は明るくなった。ウクライナ兵は最初見間違いかと思ったが数分後本当に一団がここでタバコを吸っているのに気づいた。まさにこの時点からウクライナ兵はドローンを近づけロシア兵に向かって移動した。ロシア兵がドローンが自分たちを監視していることに気づいた時にはもう遅すぎた。ロシア兵がすぐに手に持っていたタバコの火を消してその場を離れたためドローンのパイロットはロシア兵を密かに追跡した。こうしてロシア軍がコレスニコフカの境界内に侵入し攻撃の準備をしていることが判明した。ウクライナのドローンのパイロットは数百人のロシア兵を発見するとすぐにこの状況をウクライナ軍司令官に報告した。ウクライナ軍司令官はロシア軍が早朝に攻撃を仕掛けてくるだろうと考えていた。このためロシア軍が攻撃を仕掛ける前に自分たちも攻撃を仕掛けるべきだと考えていたウクライナ軍司令官も部隊を率いて行動を起こした。暗視ゴーグルを装着したウクライナ軍兵士たちは真夜中にロシア軍に対する作戦を仕掛けるためコレスニコフカの境界内に進軍を開始した。町の中心部から2キロ離れた場所に駐留していたロシア兵は何も知らずに待機していた。ロシア兵は指揮官に怒られないようにウクライナのドローンが自分たちを監視していることさえ伝えなかった。喫煙しているところを目撃されたといえば処罰されることを承知していたロシア兵はこの出来事を秘密にしていた。しかしこの秘密が原因で多数のロシア兵が負傷しロシア軍の計画した攻撃は失敗に終わった。わずか2時間後ウクライナ軍はロシア軍が駐留していた地域に到達しここで大規模な待ち伏せ作戦を実行したからだ。ウクライナ兵は2
2カ所から隠れていたロシア兵に発砲し始めた。銃撃戦に巻き込まれたロシア兵は自分たちの被害に驚いた。ウクライナ軍がロシア兵に発砲し続ける中、ロシア兵は発砲された地域に向かってしか攻撃できなかった。夜の闇が突然砲身の火で照らされた。ロシア兵はウクライナ兵がどの方向から発砲しているかは見えたが、正確に狙うことはできなかった。攻撃を指揮しようとしていたロシア軍司令官は、これ以上ここに止まれば大きな損失を被るだろうと悟った。そこで、ロシア軍司令官は、その地域から全軍を撤退させ始めた。数百人のロシア兵が突然、夜の闇に姿を消し、コレスニコフカの領土から去った。ウクライナ軍は、占領軍が町の境界を離れたことが確実になるまで、その地域を監視し続けた。ウクライナ国防軍の声明によると、ロシア軍はコレスニコフカの境界に侵入したが、ウクライナ軍が組織した作戦の結果、ロシア軍は町から撃退されたという。ロシア軍はハリコフの領土を占領できるよう多大な努力を払っている。2022年2月24日に始まったウクライナ領土の占領はちょうど30ヶ月間続いている。戦争が30ヶ月も続いているという事実は、ウクライナ領土で戦っているロシア軍の戦闘意欲を低下させている。ロシア軍は戦争の最初の数ヶ月間、ウクライナ領土で大きな自信を持って戦っていた。なぜなら、彼らが使用した武器や軍事装備がウクライナ軍が使用したものよりもはるかに技術的で効果的であることを知っていたからだ。特にロシアが無人戦闘機と長距離ミサイルを所有していること、そしてウラジミール・プーチン大統領が称賛する SU-3 号戦闘機はロシア軍のウクライナ領占領を減速させる要因の一つである。軍事力を必要とせず、長距離ミサイルと無人戦闘機のみでウクライナの都市や防衛拠点への空爆を行ったロシア軍は、これらの空爆で多くの地域を占領することに成功した。ウクライナは戦争の最初の数ヶ月間、十分な防空システムを持っていなかった。さらにウクライナには長距離ミサイルや無人戦闘機もなかった。しかし米国やその他の同盟国がウクライナに送った武器や軍事装備がウクライナ軍によって使用され始めると、状況は均衡した。ウクライナの同盟国が送った軍事援助パッケージのおかげで、ウクライナ軍の装備ははるかに強力になった。これにより戦争の最初の数ヶ月間のロシア軍の進歩は終わりを告げた。戦争ではバランスが常に変化している。世界で最も強力な軍隊の一つであるロシア軍は、戦争の初めにウクライナの多くの地域を占領していた。プーチンの拡張主義的な戦争政策の実現に伴い、NATO 諸国は世界的な危機を防ぐためにウクライナに支援パッケージを送り始めた。ウクライナは戦闘装備と航空システムの両面で豊かな状況に達している。 NATO 諸国は物資の車両装備の支援だけを提供しているのではない。同時に専門の軍事インストラクターによる専門的な軍事訓練でウクライナ兵士を支援している。その過程で大きな戦力の喪失を経験したロシア軍は、国境の防衛陣地でも苦戦し始めた。その最大の例はウクライナ軍がロシア領土に戦場を移したことである。クルスク地方の大半はウクライナ軍に占領されている。プーチン大統領に行き着くいとまがないのは、ウクライナ軍が陸、空、海軍としてあらゆる作戦で大きな成功を収めているからだ。一方ロシアは大きな損失を被っている。戦争が長引いた結果、ロシアは崩壊期に入った。ウクライナ・ロシア戦争がロシア領土に移ったことで、プーチン大統領は手に負えない問題に直面することになった。戦争中、常に核兵器の脅威にさらされていたプーチン大統領は、ウクライナ軍がロシア領土に侵入したことで、さらに厳しい脅威を向け始めた。米国の最新鋭の長距離兵器は、ウクライナ軍がウクライナ領土でのみ使用できる。プーチン大統領は、核兵器がロシア領土で使われるなら、核兵器を使用することもできると繰り返し述べている。プーチン大統領の今日の絶望感はこれらの脅しからも明らかだ。プーチン大統領には核兵器以外にはもう何の力も残されていない。ウクライナの指導者がロシア領土に侵入する目的は、プーチン大統領を条約交渉のテーブルに早く着かせることだ。ロシア領土で彼が占めるスペースが多ければ多いほど、プーチン大統領は条約交渉のテーブルに早く着くだろう。ウクライナは米国製のミサイルを使いたいと考えている。そうすればロシアでより多くのスペースを占領できるからだ。このため彼は米国大統領に絶対的な勝利への道筋の計画を提示していた。当初この計画を穏健なものと見ていたバイデンアメリカ大統領は最新の決定を明確にした。ウクライナは米国製のミサイルをロシア領土で絶対に使用しない。ウクライナにとって残念なこの決定は、米国大統領が新たな世界大戦を防ぐために下した決定である。プーチン大統領は核兵器について何度も脅しをかけてきたが、
あえてそうしなかった。世界的な危機は自国を完全に破壊する可能性があり、また戦闘力が枯渇した状態では欧州諸国との戦争はできないと考えられている。ウクライナにとってマイナスとなるこの決定は、ロシアにとってはプラスの展開と見られていた。しかし、ロシアの喜びは長くは続かなかった。ウクライナを支援しているのは米国だけではなく、NATO 加盟国すべて、さらにはトルコも支援している。ウクライナへの大規模な支援の中には、戦争のルールに反するプーチンの攻撃で被害を受けたウクライナの人々にとって重要なエネルギー構造物の修復などがある。飲料水の提供は、人命に必要な支援である。これらの支援は戦争が終わるまで継続するという保証も NATO 加盟国から与えられた。議題の中で最も重要な展開は、プーチンの動きの限界を狭めるニュースがイギリスからもたらされたことだ。ロシアの抑圧に対するウクライナの毅然とした姿勢を崩さない弾薬ミサイル支援が提供される。これはプーチンの圧倒的な動きと受け止められた。彼は不安定な決定を下すことが知られており、彼の精神状態はますます悪化している。英国の支援パッケージがロシア軍をウクライナ領から完全に撃退するのに十分な規模であったという事実は、ウクライナ国民を歓喜で圧倒した。それはウクライナにとって絶対的な勝利への大きな一歩だった。プーチンの今後の戦略が待ち望まれている。軍事力の不足に悩むプーチンは金銭で国民を募集し続けている。国民は国の経済危機のため傭兵の奉仕を受け入れざるを得なかった。ロシア国民は通常の人道的条件で暮らすことが不可能な状況にある。プーチンの最悪の悪夢が現実になろうとしている。ウクライナが受け取った大規模な支援パッケージにより首都モスクワが攻撃される可能性がある。国の首都が占領されると戦争は終わります。それは世界戦争のルールの最も重要な条項です。ウクライナ諜報機関の活動はロシアで続いています。プーチンの唯一の目標はケブでしたが、今日彼はモスクワの防衛を開始しました。プーチンは戦争に負けようとしています。ウクライナ諜報機関の効率的な活動は衛星画像、無人戦闘機、ドローンのおかげで行われています。このようにして彼らはロシアの多くの地域を調査しました。このためウクライナ軍のすべての作戦はポイントショットです。ロシアはイランからのシャヘドミサイルの購入を再開したと考えられています。戦争中、数十機のロシアの無人航空機がウクライナの航空システムによって撃墜されました。それにもかかわらずロシアはシャヘド無人戦闘機を絶えず使用し続けています。戦争に関するコメントから判断すると、ロシアはイランの戦闘機に数百万ドルを費やしていますが、そのほとんどはウクライナの作戦で破壊され撃墜されました。ロシアが直面している経済危機を考えると、プーチンは取り返しのつかない負債を抱えています。プーチンは負債を抱えており、これはこの点でロシア国民にさらに重い制裁が課されることを意味します。国民は戦争と金融危機にうんざりしています。さらにモスクワは危険にさらされています。このため国民のプロパガンダはより集中しています。プーチンは完全に無力に見えます。彼は問題に巻き込まれている。彼がどのように出口を見つけるのか待ち望まれている。戦争が3年目になろうとしているこの時期に戦争の終結が近づいているという意見が聞かれる。プーチン大統領がこの終結を受け入れ、国民と軍隊を完全に失うことなく条約のテーブルに着くのは時間の問題だという意見もある。ウクライナが完全な勝利に近づいており、ウクライナ国民が指導者への信頼を固めていることを忘れてはならない。ウクライナの指導者の目標はウクライナ国民が自由に値すること、そして彼がそれを取り戻すことだ。ウクライナ国民がより豊かに暮らすためには、この戦争はウクライナの完全な勝利で終わらなければならない。